はい、お疲れ様です。笹でございます。仕事を終えて帰ってきて、今ほっとしてるところでございます。ちょっとらっくりしてて、まあ今忙しいんで、まあ、プラモ作ってるとこじゃないんですけれども、次の来週の日曜日もちょっと、なんつうわ、かみさん農家の手伝いで潰れちゃうんで当分無理なんですけれども、まあちょっとプラモを眺めてほっとしていました。昨日ね、思わずゲットしたこれですよ。マクシミリア・ジーナスとミリアのね、マックスとミリアので、選択制どっちかを作るって言うんですけど、48分の1なんですね。で、最初に作ったこれね、これだと72分の1だっけ。でね、もう小さくてね、もう老眼にがきついんです。細かい部品で、これきついなと思ったんだけど、この今回のね、48分の1はね、こんななんだね。ちょっと仮組でちょっとやってみたんだ。あ、これは結構でかいと。こんな感じですよ。ね、だいぶ違うもんだなって。で、部品点数もね、まあちょっと多くなったけど、そんなに変わんないんで、これはこっちの方が楽でいいです。小さいとね、小さい部品どっかすっ飛ばしてしまったりとかあるんだけども、さすがにここまで大きさがあれば、老眼にも 老眼でもなんとかなるし、これはいいなと思ってます。まあちょっと忙しいの終わって、こうちょっとじっくりやってみたいなと思っています。それとね、まあこれもちまちまとやってるんですけども、この間懐かしい手に入れたマッハ号ですけどもね、まあちょこらちょこらとやってます。こんな感じでね、ここが開くんですね。で、今のね、やってるのはここ、まあ合わせ目消しやってましてね、ここのこういうところとかね、電動ヤスリで粗削りして、ここをきっちりと細かいのサンドペーパーで磨いて、表面にすれば結構らしくなんじゃないかと思うんですがね。あとここの辺ですね、合わせ目消さなきゃいけないんで、がっちり接着したら、その電動かあのサンダーで、削って、きっちり合わせ目消そうかななんて思います。この辺もまあいろいろこう作業の楽しみですね。あとね、この塗るのにね、ここ赤になっちゃってるんで、ここの、マスキングどうしようかなって今考えてたんですけども、この段階で一回塗っとくかなと思って、ホワイトをここマスキングしての方がやりやすいんで、で、そうしておいて、これをね、くっつけて、そして合わせ目を消してから、もう一回ここのところ白で拭くと、まんべんなくボディ白で塗れるかなって今計画練ってるところなんですけれども、まあ楽しいですね。これして、どういうふうにしたらいいかなって考えてる時が楽しいかななんていうふうに思っています。白もね、完全なホワイトにしようか、それともちょっとなんか混ぜてみようかとかなんか考えてるんですけど、まあこんなこう考えていろいろ工夫して、時が、まあ、一番楽しい時なのかななんて思って、出来上がっちゃうとね、またそれもなんかこう 飾っておくみたいな、こうできる直前が一番気分的には楽しいかななんていうふうに、思っております。これですね。こんな感じで、あと、マクロスの、これはだから一応マックスキーにする予定で、青ですね、マクシミリアン・ジーナスの専用機はね、で楽しみたいなと思って、今度やっぱり48分の1にしよう。 その方が作業楽だ。小さいのとは問題は置き場所だよね、できた後のね、なんて思っておりますが、気分転換をしておりました。じゃあ、まあ結構忙しいんだ、さこの1週間いろいろと。それではまたお会いいたしましょう。